1。皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち、あなたと生きる学習長、ロッカジャパニカです。まずはメンバーの自己紹介。はい、ダンスはキレるが頭はキレないロッカちゃんの最年少、高校1年16歳の平泉翔太です。はい、動画だけど最年長、18歳、内山亜美です。はい、亀にも抜かれるのんびりや、高校2年17歳、高井千穂です。はい、ロジパの歌姫リンランとエルシーナ、高校2年17歳、椎名中です。うん、はい、今地球である宇宙人、高校3年17歳、ナイトオルナッシールンパーン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、まあ、お疲れ様です。すごい、今日はみんなでお揃いのルンパン、ルンパン、ルンパーカ ー, ー, カ ー, ー, カー言えなかった。ルンパーですよ。皆さん、あ、こんばんはって。こんばんは。あ、すごい、すごい反応早い。すごい、皆さんお仕事とかお疲れ様です。学校今日何曜日？今日はなんと皆さん、金曜日と見せかけてのえ花金です。あ、びっくりした。金曜日フライデー。フライデー、いい日だ。いい日だよ。明日仕事の人は頑張ってください。みんな面と見える位置にいるね、今日は。そうね、見えなかったら超見える。前の面で見えるよ。ルンパー半分だって。ルンパーか、皆さん仕事の時も着てますよね、もちろん。ネクタイどこにつけるの？はい、ということでね、はい、まずは皆さん、無限リリースツアーお疲れ様でした。イエーイ。今回もみんなで完走することができましたよ。イエーイ。ということで、無限リリースツアーなんと全15公演に、あ、じゃ全15箇所、25公演ということで、足を運んでくれたお友達の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、あっという間だったね。ね、25回やったのか。へぇ、15箇所ってなんかかっちょいいね。確かに、箇所ってね。箇所、キリがいいね。確かに、キリがいいね。確かに、キリで考えたらね。そうですね。まあ、無限リリースツアー、あの、完走したということでね、今回のタイトルはこうなります。おー、いきますよ。せーの、無限ツアーを一から振り返る大反省会したおっかジャパニカー。一から振り返るんですね。はい、ということで今回は無限リリースイベントを映像とともに振り返るマジですか？出ておりますね。今日は視聴者の皆さんにもちょっと印象に残った出来事あったら募集したいと思います。順番がなんか画面持ってる感じがな、近未来チップすごい、うちが投影してるみたいなね、なんかそう、だからみんな印象に残った、あの、出来事があったらね、コメント書いていただいたら、ここでみんなで見れるので、ぜひ入れますよ。ミーが操作します。ミーちゃんが操作します。機械音痴操作して。機械音痴頑張って。マジ、機械音痴半端ないんだよね。ちょっとできてる風に見えるよ、ここにいるから。あ、パソコンはね、さあ。怖い怖い。すごい、みんなコメントいっぱい。ね。ありがたい。まあね。あの、なんといってもね、まずは初日からね、振り返らないとね、みんな何があったか、ちょっとね、思い出せないと思うので、まあ、初日は、セブンパーク、アリオ、カシオで行いました。もうここはね、無限の初披露がありましたね。そうありましたね、そんな。そう、この日に無限の、あの、みんなバラバラの、あの、衣装と、表題曲の無限をね、初披露したということで。そうなんだ。すげえ、やばくない？めっちゃ緊張したもんね。なんかさ、衣装とかさ、見られないようにさ、黒いのさ、白だよ。あ、白いの？あ、幕みたいなくって。なんか、なんかでも後ろはさ、見えてなかった。しかも頭、ね。頭見えてなかった。なんかさ、みんなさ、あの、友達にさ、見ないでって言ってのみんなの自己紹介。見るなって。見るなってってなったよね。懐かしい。じゃあね、気になると思うので、早速映像で振り返ってみたいと思います。それでは、いきますよ。VTR、どうぞ。やばいやばい、みんなここで見るんだよ。これ見てないですよ、まだ。目を凝らして、あ、この曲覚えてる。この曲、あ、そうだ。なんでだっけ。
ドラえもん好きすぎてすごいドラえもんばっかり。あ、これスマホじゃないですよ。え、これ今ハロウィン違う、飛んだ飛んだ、こっちは。あ、うん、あ、無限初披露、無限初披露、無限初披露だね。あ、無限初披露だね。あ、綺麗衣装ね。今はそんなやばいんだよ。前髪短くない？かっこいい、かっこいい、恥ずかしい、何でもや、授業だよ。うわ、やばい、顔がもうなんかさ、うわ、ちょっとやばい、メタ頑張ってる。もうね、ダンスに必死すぎてやばい。間違いないよ、ね、そうだよ、とりあえず踊れるようにって感じ。いや、人気できないね、何も考えないっていう感じなんですね。でもこれ
ないってゲイっつって、あ、でも好きって初披露からみんなゲイって言ってたらめっちゃびっくりする、ね、なんで知ってんのみたいな、多すぎでしょ、え、私ゲイってみんな言ってくれると思わなかったから嬉しかった、確かにそうだね、そうね、まずイエイをずっと一人私しか聞こえない現状だと思ってたからそうでしょ、めっちゃ可愛いそうな、ソロ曲に入ってなかったから、うん、無限聞いた時に、あれなんだこれと思ってちょっとスルーして聞いてた、ね、初めて聞いた時 に、 あのちーちゃんの曲って、あ、こういうちょっと変なオケなそう、なんか変なおじさんの声入ってた、絶対の部屋とか入ったと思った、誰か悪ノリで入れたなろうって思ったらまさかの、うん、そう、あるっていうなんかさ、デモニア入ってるけどさ実際使われないとかあるじゃん、そういう感じかと思ったら普通に使われちゃった、使われちゃったって、ちーちゃんいいんですけど、なんかさ、あの無限を聞いてから初めて会った時かな、あれって本当に入ってるんですかみたいな聞いてきて聞こえるよ聞こえるよみたいな、レコーディングの時になんか激怒してるって聞いたんだけどって言って、そんな怒ってないでさそうそう、でもないもんねそんな歌ね、確かに、無限はねみんなびっくりしたよね、きっと無限ならではですね、アミポンなんで顔隠していたのって、え、もうはかな、悲しいじゃない、恥ずかしくて悲しくて、みんな見てこないで、いやいや、あ、でも無限新規でしてる人いるよ、ウィーありがとう、このツアー初めてのことかな、イエーイ新規、イエーイ、やばいやばい、なんかすごいなんかもう、もう準備されてるけど、そうですね、あの無限の初披露もね、まあありましたけど、うん、まあこの日ね、セブンパークアリオカシナは、うん、無限初披露の前にね、うんうん、あるイベントも開催しましたけど、せやせや、そうなんもちろんですよ、覚えてる、何だと思います、せーの、ハロウィーン、はい、こんな変なの、ハロウィーン、ということでね、ハロウィーンの時の映像もあるのでハロウィーン見ましょうか皆さん、うわー、ということで VTR どうぞ、うわやばい、カオスこれが一部なんですね、なんか全然違う人たちがいるみたいなんだけどすごいお友達の後ろ姿ね、ジャパニーズアイテムね、あの太陽突き刺さってる、あ、サイザーコーダー、圧倒的、あは圧倒的に、待って、これいろいろあったよね、アイボンの動きやすごい、首から上動かないんだけど、ほらアイボン、首から上が固定されてる、見てよ固定で、ちょっと見てよ、来るよあれ、なんかさ、衣装さ、うん、あ、お、え、まだあるの、あ、そうだ、あ、
ハロウィンバージョンの、うん、これすごいお気に入りよ、私。めっちゃ天気いいね、暖かくて、確かに朝ちょっとね、寒かったけどさ、本当に良かったですよ、これでひょくひょく出てくるのじゃある、ね、ありがとうございます、みんなの顔が見えてる、晴れてますね、そう、でも、これね、何が流れるの、まあ、あれやね、瀬戸りは後ろのハロウィン、あ、そう、フレッシュ、フレッシュフレッシュライブで高校をしてるけど、うん、まさに元気ね、でもさ、やっぱまださ、ハロウィン楽しみたくない、確かに、楽しみたい、やばいね、うん、いやいやいや、あら、どうした、まだまだやりますよ、楽しいなさ、ドラえもん、皆さん、即答よ、フル稼働させとけよ、記憶に刻め、教科書くハロウィンバージョン、あー、言えた、すごい、いいよね、最初の好き、いや、ハロウィンバージョンめっちゃ好き、ね、まあ、かわいい、テンションめっちゃ上がる、けど、うんうん、まあ、ハロウィンときたらクリスマスもね、あがるしね、まあ、次のイベントはね、まあ、ちょっと、ね、あら、なんかあるかもしれないですね、内藤さんのコールむしゃぶりの記憶、あ、なんかハロウィンバージョンで、何ハロウィンバージョンみたいなやつあった、おーみたいな、ちょっと覚えるね、あった、そんなの、でも言ってる本人普通にはい、はい、あ、みんなやってた、ね、意外とみんな上手かったみたいな、あ、音源か希望、確かに、わかる、あ、それは欲しい、欲しい、わかるわかる、来年のハロウィン、オフバージョンでも弾きたい、確かにすごい可愛いよね、このハロウィン、可愛い、キラキラしてる、これがね、初日だったっていう衝撃がありますけど、いや、ほんとすごい昔に感じるもん、私、いや、今ね、割と映像見たけど、まだ初日っていう、そうなんだよ、まだまだあるってことで、そうですね、まあ、続いてね、印象に残っていることはありますか、内山さん、あ、私ですか、うん、やっぱね、今回の無限ツアーといえば、ならではのソロ曲ですかね、おー、ね、本当に、しかも私トップバッターだったからね、そうだよ、やっぱリーダーだからね、トップバッターやったということで、もうやばい、なんとソロ曲初披露の VTR を、したくない、してるね、ちょっとさ、リーダー振りをお願いします、なんかミーがちょこっと映ってる、 VTR、 お、ほんとだ、どうぞしない、えいえい、してくださいやだ、流れもいい、そうだ、藤木拾ってないからさ、藤木拾う、いなくなるやつだけどね、そう、みんなのいなくなるないで、どんな話だろう、めっちゃ目を追うじゃん、話してめっちゃそうだね、あみぽんの顔が、あ、聞いちゃう聞いちゃう
リンゴを結ぶ曲。緊張してるね。時は不調、僕は不調。私も不調にしちゃった。しかし不調にしちゃった。うさぎ出しをミスるって斬新だよ。一番面白いね。確かに初披露のうさぎ出しの一単語目をミスるって。あの歌詞取りとかがあるけど、結構世界の歌詞の中で、私違うんです、聞いてください。体の中になんか悪魔がいて、ウーパーは分かったけど、なんか歌詞これから歌う時になんか分かってるのに寸前になって、違うよ、あー違うよ、違うよ、違う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 、打ったの顔の、そういうのに分かる、分かる、大丈夫、家の好きよ。あ、でもあの AR で、 AR で、そうだ、 AR 勉強してる、 AR で、でもそうだね、忘れちゃいそうなぐらい踊ってない、あの顔シレーター、そう、顔シレーターっていう、ね、してた、未知なる機械で音を鳴らして、まあ、いろいろあったけど鳴らしてたから、確かに緊張したね。絶対緊張するよ。しかもトップバッター次ぐらいだっけ、顔シレーターが降ってきたのって。そう、2分じゃない、2分、2分だもん、顔シレーター登場。そう、でもできなかったん。そう、あれ、はい、すいません、それは。いろいろ、まあ、いろいろの思い出ってことですね。そうですね、いろんなバージョンがあの瞬間を見れたから。そうだね、サビ後の、はい、次次次行こう。そう、次次次したのはね、私なんですよ、うん、あら、じゃあ最後のちいちゃんということで、うん、もうさっさと行きましょう、どうぞ。あ、大好きこの歌って。でも秋篠も本当に好きなんですよ。後ろに書きたくない。いやー、本当に。あれ、終わる？やった、終わる。いやいや、終わらせない。終わらせないよ。え、これ、MC 明け。MC 明けだ。MC 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 明けだ。もうかわいい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 。やだー。これすごい忙しそう。私なんかちるっこ同盟終わって MC やってこれだったんですけど、うん、なんかね、いつも緊張する何かの前でちるっこ同盟やってるの、そう、多分なんでなんかドラム、ワンマンのドラムの時も、うん、ちるっこ終わりだったし、だから、もうちるっこのラッサビはいつも緊張するので、今回はこのソロがあったから緊張してた。そう、でも、うん、リアルな話、みんなの顔見たらすごい緊張がほぐれたんです、うん、それわかる、わかる、え、多分こことここ同じで、多分ここ一緒だった、あんま緊張してない。私は誰とも分かり合えないってことさ、見てくれてる人がいると思うとね、緊張がほぐれる。本番前ガッチガチ
でも、はい、落ちサビあたりでまた緊張が襲ってくるっていうね。そうなんだ。裏切りがちょっと間があった。ごめん、間があった。そうなんですよ。であと、本当に嬉しいことに私あの誕生日17歳になって、うんうんうん、何日か後にこの秋島の公演だったので、あの本当にみんなに17歳を祝ってもらえて嬉しかったんですけど、これは何の映像だ？何の映像でしょう？なるほどね。あ、終わりこそのリズだ。この時に電気つけてくださいみたいな。そうやった。で、回す方向、あっちからのこっちみたいな風にやって。カメラワーク。そう、カメラワークやって。面白かったよね。その映像ちょっとあるよね。そうだね。なんか、どっかしらで ね、公開して、ね、これもなんか、ありがとうございます、皆さんも。そう、しかもあのなんかお友達の皆さんからもお祝いしていただいたんですけど、あの秋島のね、ところに私のあの黄色の無限の衣装の衣装がバンって出てきた、ね、お花とかも用意していただいて、ね、あれすごい分かったね。ちっちゃいのは、ね、持ち帰りさせていただいたし、楽屋にね、ビーンって言ってね、花冠もあってさ、そう、いつでもね、チーの衣装とか壊れてもね、壊れる壊れる。いやでも実際ね、花冠最後調子悪かったからあれつけてもよかったな、みんな。確かに、これね、可愛かったし、そう、でもいや、あっちも壊したら良くないからね。いや、本当ありがとうございました。おめでとう、おめでとう、はい、幸せだよ、お母さん。よかったね、ありがとうございます。はい、ということで次に披露したのははーい、広瀬美里でーす。おー、じゃあ VTR もみーちゃん振ってください。それではさよならから始まりへどうぞ。ポチッポチッ、ね、ポチッってばポチッてばポチッてばポチッてば。はやくん、はやくん、え、あ、吸い込まれた。じゃあもうやんなくていいってことで。いや、ダメ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 。はぁ、緊張するね。あ、こういうガンダムのとこか。お台場です、ね、お台場で、あれ、これ終わりじゃない？終わりかな。あ、もう一回やるってね。どうぞ。終わってない。あ、終わったって。あ、終わっちゃった。私の曲は披露しない、うん、頑張る。探し中です。ダイバーシティをコメント。お台場ってよくわかりましたね、皆さん。よくわかりました。ミーがちょうど中盤ってことだよね。そう、真ん中折り返して3番目って言われてどうでした？嬉しかった？3番目で
あれ順番どうやって発表すあれなんだっけ、なんか普通に順できた順みたいな、あーそうだね、振りとか入れ終わった順みたいな感じか、確かに、あれまた5人だったのよね、あ、あれじゃない、あ、なんだこれ、何、いや、アミポンなんちゃらやつやんってきてたから、うん、知らないです、知らない、あれスタンドマイクってさ、うん、ミーが発明したのすげえ、ミーが発明したんですよ、ね、そうなの、なんて言えばいいの、わかるわかる、発案、発案、そう、ミーがそう、なんだっけな、なんかガールズロックみたいなイメージで、うん、いや、かっこいいじゃん、マイクスタンドって、うん、それで、使ったことないし、うんうん、だからね、あ、じゃあミーからやりたいって言ったの、そう、ミーから、いつだっけな、9月30の振り返り公演、いや、よく覚えてる、すごい、11月の8とか、ね、MV でも持ってたもんね、うん、そう、うん、あれかっこいい、そう、あれが最初で見て、あ、かっこいいと思って、マックスタンドいいんじゃないってなって、見たんだ、そう、あと、何感じたんのか、普通に、うんうん、なんだっけな、先生とお話した時に、うん、したいですって言って、うん、すごい、あれは、だってね、ソロ曲だからさ、かぶりそうじゃん、マイクスタンド、確かに、確かに、ミーだけがね、ミーだけがね、勝ち取ったわけでしょ、スタンドマイク、ルンパン勝ち取ったって、終わった後でしょ、いや、これはルンパンもマイクスタンドだったって書いて、いやいや、私もっちゃこっちは、こっちは、こっちは、そう、あ、これかな、これですよね、あ、お、あったあった来ましたよ、お待たせしました、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ、おー、こうやって取りに行ったんで、そうです、おI'm sorry.
どうしようと思ったもん。最後の方にね、なんかこうって出てきたの。あ、そうそうそう、ね、最初全然普通に笑顔で見てたの、うん、なんか急に来た、なんどこだっけな、おしやとこんぐらい、覚えてない、全然そう、で隣で泣いてで、なんかなんか隣同士で見てたから、うん、なんか気づいてたの、ふと見た時に、うん、アミポンがうわーって泣いてて、いやそれだけね、アミポンってなってすごかったんですよ、ありがとうございますね、そう、みんなほらほら、ね、もらえ泣きとか言ってるもん、あ、ほんと、じゃその次にぶっちぎりを持ってきたのが間違いだよ、いや、なんで曲でも泣いてるよ、私がもっと後に歌う曲の方がね、あ、そういうことか、歌いたいの歌と、そうそうそう、なるほどね、そういうことか、いや、すごいね、すごい覚えてますね、あれがおもろい、アミポンも感動する、そうですね、いい曲で、いい曲です、すごいよ、はい、続いては、披露したのは誰ですか、はい、私、内藤ルナです、じゃあ、ルンバーの VTR 振りお願いします、スクボ乗ってるよ、うん、VTR どうぞ、なんで2回言った？あの直前まで全然緊張されなかったんですよ。されなくて、なんか大丈夫かなって。でもなんか内山さんから最初話聞いた時にはなんかあ、ギリギリまで緊張しないよっていうのを聞かされてたので、やっぱり私もそういう現象来てるのかなと思って曲始まったらすごく緊張されたんですよ。はい。だからやっぱこういうことなんだなと思って。とても勉強になりました。何ですかあなた緊張そう。でもね、ダンスキレキレかっこいいとか来てたよ。今もほんといい。キレキレどころギレギレ、ギレ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 って何ですか。これは他のメンバー振りコピ大変そうだよ。大変なんだよ振りコピさんの。いやーこれやこの間ライブでソリやないと、この間ライブでサミ入るのかな、うん、一緒に踊ってもらいたくって、うん、一緒にって言ったらファンの人に後からいろんな人に特典会で、あれって一緒に歌うの、それとも一緒に踊るのとかだからみんななんか戸惑ってるんだと思って。そこのどこも一緒どっちですか。あ、まあ、全然どっちでもいいんですけどね、両方ってもいいけど、その時は踊ってもらいたくて言った。あ全然どっちでも平気で、サビは確かに乗りやすいし、そうだね、踊りやすい振りになってるんで、確かにぜひ
一緒にお願いします。はい、お願いします。ということでね、最後に披露したのはラスボスルッタンです。うわー、ルッタン VTR の振りをルッタンお願いします。みんな違う、内藤長寿違う違う。それではどうぞ。クレモハゲパターン。おー、この時はもうさ、ソロ曲が私っぽいよね。わかってたか。よーし、好き、かわいい、本当に好き、かわいい、いいね、かわいい。めっちゃ緊張してる。ルッタンが、まあ、でも確かに緊張してるの初めて見たかも。それはしてるね。緊張、なんていうの、緊張してるのはしてるけど、なんか顔に初めてこうちょっと声震えて、ほら、めっちゃ綺麗なの感じの指が指が、あなた指になりたいんだっけ。でもすごい指がこんな、こんなんだけど指が、あ、かわいい。私もなんですけど、わかるわかるわかる、もう大好き、あの曲本当に好き。初めてデモで聴いた時に、うん、そこに惚れて、あ、もうこれ変える気ないないわみたいな。惚れた、え、なんか聞いた、なんかスタッフさんから、うん、なんかルッタン、あ、スタッフさんかってわかんないけど、うん、ルッタンが一番最初にレコーディングしたじゃん。うん、ね、ルッタン異常に早かったじゃん。一人だけ早かった。そうだから、ね、なんでだろうと思ったら、ルッタンがもう一発ですぐ、もうこんなキャプリンみたいな感じで、っていうの聞いて、そう。めっちゃ楽しみと思って待ってた。なんか一番最初に来たのに披露するのは最後っていうね。最後っていうね。アミポンが一番すごい、うん、あの、ほら、期間が短くて大変。だったの、なんだっけ、何が何が、ほら、なんかこう披露、あ、できてから披露まで、披露までが一番時間なかったんじゃないかな。確かに、どうなんだろう、でもなんか、ね、結構ね、あ、曲が、そうそう、確かに一番なんか慌ててた気がする。確かに懐かしいですが、無情に慌ててた、無情に慌ててた、僕が無情、僕が無情、仕方ないよね、それは両面で上にだけやね。そうですね。やっぱさ、ステージに一人しかいないっていうのが、うん、心細かった。すごい、すごいわかる、うん、ステージ披露みたいな、うん、だからあのほらゲームをさやったじゃないですか、ソロ曲の披露の時に、うん、でゲームで負けた人がこう盛り上げ隊長、うん、やってたけど、うん、あれが本当に嬉しかった、うん、もう団長、そう、嬉しかった、団長、団長、みんなが喜んでくれるならね、売り上げ、売り上げじゃないや、うん、盛り上げ、盛り上げ隊の隊長だもんね。そうね、盛り上げ隊だもんね。いつかも待っててください、隊長、はい、お願いします。了解です。そう、まあね、いろいろソロ曲披露もあったけど、うん、他にね、うん、思い出深いことありますか。そう、それはね、ね、それはね、あれですよ、あれ、ね、あれですね、俺たちの東武でのね、あ、これ、皆さん、お友達からのサプライズが一番印象にありましたね。脳に焼き付けられました。ああ、俺たちの可愛い、超綺麗だったもんな。なんか、いや、ほんと感動。え、なんかこれこんな光ってんだね。じゃあこれは帽子みんなで振りますか。 OK、 それでは VTR どうぞ。やばいやばい、来た来た、作れんかったもん。何これ、あ、ちょ、うちおばあちゃん、うちおばあちゃん、みんなの、みんなの、あ、みん
ダンスがピンポン。ダンスワンピンポン。他みんな超笑顔だ。おばあちゃん、おばあちゃんです。おばあちゃん。すごかったもんな。いやなんでその、あの時の映像が帰ってきたんだよ。わかる？あの子は。なんか思ってなかったから、しかも自分たちがいるのにみんな持ってるのがびっくりさ、後ろ向いてとかじゃなくてさ、下向いてたけどさ、見てあげたらさ、みんなね、どこ落としてたのみたいな。え、でも白ってあれもともとオレンジなんだね。誰一人理解できない。いや、なんか静止画になった。いや、静止画になった。ポキポキって折る前、ある前、白の折る前ってオレンジだった。なんか、肌色みたいな感じで、そう、女の子が持ってて、そう、あ、オレンジ使い切ったんだ、ライブ始まる前なのにと思って見てたら、あ、そういうことかと思って。あ、じゃあライブ前にあのオレンジの状態のセリフ見てた。見てた見てた。え、そう、全員じゃないけど、全然けど静止画になるとか。あ、違う、これこれ全然まだだよ、全然まだだよ、全然すごい大変だよね。やばい、ありがとうございました。話すと同じ
超尽きない。今後も期待しておるので、ちょっと悪いかもしれない。たくさんあるんだけど。そうだね、本当に思い出話はいっぱい。みんなもあるのかな、個人的なものとか。ここであれ食べたの美味しかった、思い出みたいな。確かにみんないっぱいね、ルッタンと分かち合えるやつ、分かち合えるかもしれないし、すごいね。いやすごい。だってあれだもんね、25公演もしたからね。うん、そりゃ、うん、そりゃすごいわ、ね、全部全部違う内容だったよね。うん、全部違うし、25公演もあればね、一つぐらいね、何でもいいから来ましたよね。そうだよ、そうだよ。思い出ありますか？まだちょっと遅れてるのかしら、タイムラグ的な。あ、そうだね。あ、縄跳び、あーあー、みんなと頑張って、みんなで、懐かしいね。最後ライブの最後の展開の後にお客さんが縄跳びをするっていう、なんか最後の曲、ライブの最後の曲とか、それも楽しかった、ね、でもいろんなゲーム楽しかったもんね。お、何が流れるの、これ、これ何が、あ、これは、え、どんどん暗くなっていくの、すごい。面白い、最初明るかった。確かに。こう、ファイナルファイナル？だってさ、2部とかさ、ツアー始まった時、夕方とかだったけどさ、最後の方真っ暗じゃないですか。真っ暗。うん、ツアー。あの、サイリウムが映える。そう。記憶かな？なんか、冷たい風さえもちょっと愛おしかった。うん、歌詞できたね。冷たい風さえも愛おしかった。じゃあこれ次のなんか、あ、題名でいく、題名、いや、題名はいいです。あ、いいんだ。いいです。おたま。あー、立川だ。立川だ。なんか今回のツアーさ、結構さ、お友達が交流するのが多かった。なんか頑張るじゃないけどさ、あれがすごい、しても仲良くなってそう。確かに。ね、すごい。楽しかったな。でもなんかね、筋肉痛になったよとか、つったよって人いっぱいいた。マジで？前回で。え、ちょっと筋肉痛で。縄跳び？そうとか。え、でも、あのリレー。でもね、ウッチーズが回してる縄跳べるっていう。そうだね。そう。あ、言ってるよ。あれなんか優しく回しといたよね。すごい。優しくね、回しといたから。言ってる人いるよ。生きてるうちに、ウッチーズが回す縄を食べるとは思わなかった。生きてるうちに。嬉しかった。よかった、ね。知らったらなおさら嬉しい。今度それだけのライブやろう。あ、いいよ、今度。何してるか。私たち何してる、こういうライブ。じゃあ途中で入ってよ、今、みんな。それを終わったら。みんなに欲しい。あ、間にね。ファンの人5人、メンバー5人、メンバーぐらいのノリで。じゃあ6、4の対戦とかまた。あ、いいじゃん。メンバーとお客さんね。ダメだ。いや、面白い。なんかみんなと一緒にやるっていうの面白い。ね、いいね。確かに。最後テンションやばかった。ビジーと。あ、ビジーね。あ、伝言ゲームもやった。あ、ね、あ、やった。懐かしい。懐かしい。あと、一番最初だけこう内山亜美のなんかなんだっけ、プロフィールのやつとかだったよね。補充みたいな、超絶見えなかったやつ、すごい補充補充、あれもなかなか最後もね、最後の最後で衣装変えたしね、制服とか、ね、そうだね。あ、それもあったな。あ、トレファクさんの、あ、確かに悪い面の時はメンズの服着たね、なんか最終日の方は衣装ちょっとチェンジしたりもしてね、レア感が、ルンパンの服が良かった、レア感が、あ、でも制服で考えてたよ、めっちゃ制服みんな無限ゲーム、制服あったか、無限ゲーム、無限、あー、あれだ、あの内山亜美、あー、お友達並んで、並んで、あそこも、あれすごくない、みんなできたの、私だったらできない、できない、できないもん、あれすごい、自分たちができないことをやらせるっていう、え、絶対、あの、しかもね、あの見つめられて言われてね、頭真っ白になっちゃうよね、やっぱいいのって緊張しますかね、やっぱり緊張すると思います、すごいよね。幕張新都市の2部がすごい楽しかった。あー、うん、あれ、瀬取り決まってなかったやつ、あー、あったね。で、真ん中にあのこう通路があってステージがあったやつか、そうだ、なんかファッションショーみたいなのもしたよね、その時トレファクさんのあれ、自分たちが選んだ服をね、そうね、その時は、そうだ、瀬取りその場で
決めます。みんな言ってるわ。でもソロ曲は絶対やるって言ってたから、うん、やったんだけど、まあ順番だけね、くじでね、うん、見たり。あー、これだ。あー、そう、これこれ。いや、みんな可愛い。これね、YouTube にね、まさに選んでるやつとかね、上がってるからね。そうそうそう、ここにいたのが上がってるんですよ。あ、みんなで戻っていくの。なんか、思っちゃった。即興ファッションショー。あ、わかりまし何よ。やばいよ。やばいんだ。なんかみんななんか普通にルンパン
とアンポンがなんで走ってんだろうって思うのがすごいなるよね。あ、そういうことか。そういうことか。そう、めっちゃ変な人でもね、されてんじゃん。そうなの。そう、ルンパンの流行らせてるダンス知ってますか？あ、非常口ダンス。便利だって。便利ってどういうこと？便利。どういうこと？行ってきまーすね。へぇ、非常口ダンスみんなで流行らせますよね。ね、絶対。わかった。2019年。意外と難しい。みーちゃん知らないのって言われてるよね。うるさい、うるさい。わかんないもん。ねえ、みんな知ってるのにね。え、なにどこで知ったの？ TikTok？ TikTok 見ないんだけど。フリートーク、フリートーク。そうなんだ。フリートーク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 。何も上手くないけどね。何も上手くないよ。そうですよね。なんかさ、特典会の後にあるフリートークもちょっとリリーベならではだったよね。そうだね。あ、みんなわかんない、言ってるよ。え、知ってるよ、知ってるよ。だって、私も高校1年だけど知らないって。ほらほらほら。高校1年生にはまだ来てないのかもしれない。じゃあ、みーから発信してあげたら。そうだね。明日から言えば。そう、明日学校内で。先輩やってるよ、先輩学校で。先輩？先輩はやってるよね。あ、ほんと？多分、非常口ダンスって投稿してると思うから、みんなね。やべえな、中学校やべえな、そしたら。1時間かかるから。なんか、こう見ると、いろんな衣装も着たし、いろんなこともやったしね。いや、ほんとに。全25公演ね。濃かったね。いろいろやりましたね。100%。なんか、ね、話してたらちょっとキリが。なってきましたけど、うん、もうちょっと時間がもう過ぎちゃった。あららら、ら時間がなくなっちゃった。ごめんね、8時間の夜ご飯だった。そろそろ時間が迫ってきました。早い。ね、待って、ここはみんなであれやろうって言ったじゃん。あ、そうだ、そうだ、あ、そうだ、あ、そうだ、そろそろ時間が迫ってきました。ということですね。これがやりたかったんですけど、そうなんです。まあね、無限リリースイベントはこの前で終わってしまいましたけど、私たちロッカジャポニカの2018年はまだまだ終わらないんですよね。ルタン、はい、そうです。じゃあ12月23日から、はい、ロッカジャポニカライブ三昧なんですよ。23からは23から、はい、まず23日日曜日は東京ロマンチックコンポート SP スペシャル、スペシャルに出演させていただきます。イエーイ、わーい。場所は有楽町にありますヒューリックホール東京にて行います。すごい。私たちの他にね、マニッキーケチャさんとバナナランドさんがね、バナナランドさん、いや、すごいよ、私たちだけこう別のなんかね、なんかね、こう違うから、わかる、なんか、あ、私たちいいなみたいな、いていいのかなみたいな、ありがたいですね。ちっちゃいのに、ちっちゃいのに、確かに。当日券もあるみたいなので、ぜひよろしくお願いします。待ってー、楽しみだ。はい、そして24日月曜日は埼玉スーパーアリーナで行われますももくりのね、来週ステージ、わお、堀明に出演させていただきます。イエーイ。はい、時間は13時頃を予定してるので、ぜひ、はい、もののふさんのお友達の方とかを連れて見に来てください。よろしくお願いします。待ってます。そう、休ませていただけるなんてね、本当ありがたいですね。そう、なんか今回はね、アイドルさん以外にもなんかモノマネ芸人、めっちゃ見たいんだけど。やばい、これは見たい。どんな感じなんやろ。めっちゃ出たいって言った。見たい。何のモノマネしようかな。いや、ロジャポとして出てください。ロジャポがもしかしたらモノマネ芸人かもしれないみたいな。確かに。はい、その次、翌日は、はい、そしてね、25日火曜日、まあクリスマス当日はもちろん皆さんお待ちかねのロジャメリー2018センチメンタルギフトがマウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャーで開催されます。はい、なんかね、ありがたいことに、うん、チケットがね3800円なんですけど、うん、残りわずからしいんですよ。ありがたい、これは。なので、迷ってるそこの君、君だよ、君だよ。もうね、迷ってる暇ないですよ、本当に。うん、迷ってる間にですよ。そう、すぐにでもロジャメリで一緒にクリスマス過ごしましょう。ファーン。
ーい。ね、だってこの日はね、会場限定シングル、うん、セントメンタルギフトもね、販売するし、あとね、新しいグッズもね、出ちゃうんですけど、レレレレレレ、あんまグッズじゃない。でーん、こっちが会場限定シングル。絵がかわいい。かわいい絵が。見えるかな ?CD か。そう、でもネットに上がってるんで。よかったら。かわいいジャケット。いいね、なんか曲もかわいいしね。ジャケットもかわいいし、どういうこと？クレヨンしんちゃんみたいじゃない？かわいい。ずっと思ってたほっぺが大きくて。あ、ポニョってね。ポニョポニョ。からの、これが新しいグッズです。ジャポニーさんジャポニーさんと、クリスマスだからジャポニーさんのキーホルダーも出ちゃいまーす。これです。500円っていうね、財布に優しすぎるね。本当にこれは欲しい。ね、2個買っても超可愛い。確かに。あとですね、1種類買っても1000円。もう1個あるんですけど、うん、私たちほら無料会員のメルマガ、あなたへ送る連絡帳ってあるじゃないですか。うん、あのメルマガに登録していただいている方には、てるん、こちらをプレゼントしちゃいます。めっちゃ可愛いんだよ。可愛い。そう、みんながサンタさんになってるやつ。そう、私たちと、しっかりしてる、私たち直筆の一人ずつ、一人一人のメッセージが書かれたポストカードもメルマガ会員してる人に渡しちゃいます。そう、ちゃんとねメッセージもあるし、裏もそうしっかりジャポニーさんもいるし、ポストカードで使える。そう、切符のとこにジャポニーさんがいるの。可愛い。で、切手だから。切って、あ、そっか、切ってか、切符貼ったらね、切れますよ、切符貼っても。切符貼ってもぜひ、そう、スイカの名前隠すとこ。あと、ルジャメリね、あとあれもありますよね。何ですか？あれもいいです。あ、ルッタンのお約束の。皆さん、大切なお知らせがあるんです。やめようやめようやめようね、暗いからみんなね。ねえ、なんで誰もみんな見方してくれないの？みーちゃん、いや、こっち見てんのびっくりする。みーちゃん、みーちゃんはね、待ってられるんで、うん、嘘だね。じゃあ、え、ソロ？え、どういうこと？どういうこと？え、みんな、あ、そういうことじゃない。あ、なんか険しくなってるよ。いや、ソロ曲はやるからね。そうそう、ソロ曲やるんですよ。そう、大切な話は皆さん、深刻じゃないですからね。楽しいやつですよ。深刻なやつ、こんなカバーみたいなのやらないから。今年いろんなことあったけど、今年のガシャポはね、楽しい、楽しいお話が。そうだね、言っといた方がいいもんね。そう、ちょっとね、最初はレッドカード悪塗りしすぎよ。ぜひね、リアルタイムで聞いてほしい。そうですね、もうこの瞬間を生で。ぜひね、お待ちしております。ね、リリースみんな怖がっちゃってる。やだーとか。ジャメリなんで。ね、待ち遠しいですね、毎日。そうだね。ね、毎日が待ち遠しいです。楽しい。毎日が待ち遠しい。毎日が待ち遠しい。大丈夫？そうそう。みんなもみんなも乗らなくていいよ、深刻じゃないから。もう楽しみ。ということで、そろそろお別れの時間ですか。やばい、早い。振り返ってたら、そうですね。あの無限ツアー振り返ってちょっと締める感じにはなりましたけど、2018年まだ私たちはたくさんいろんなことやっちゃうので、残りわずかの今年も私たちと楽しい思い出作りましょう。作りましょう。はい、じゃあ花金締めたいと思います。それでは以上、私たちあなたと生きる学習帳ドッカジャパニカでした。バイバーイ。見てくれてありがとう。ありがとう、コメントも。よいしょ。